やっぱ僕虐待といじめの中で育ってるんで、施設の中とかでも、でやっぱりその捨てられたって思いが強い、サトシがやってましたみたいなお前さっきまで遊んでたやんみたいな、なんかそこで産んでくれたことに対しての感謝が生まれた。こんにちは、プロです。まこちゃんです。ライトです。ヤスです3フラックスです。プラス1です。イエーイ今日ですね、とってもスペシャルなゲストに来ていただいております。よろしくお願いします。古原靖久です。よろしくお願いいたします。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、僕はまあ俳優、まあ、そしてまあ旅人とかもまあ、ね、ずっとそのコロナ前なんかはやったりとかはしてたんですけれども、まあ、大体なんて言うんですかね、そもそもそのこの芸能界にその入ったのも別に最初に入ろうとして入ったというよりかは、そう、まあ、施設を辞めるために、そう、まあ、入ったっていう感じだったりとかしたので、まあ、正直その人生がまあ楽しければ何だっていいやっていう風にやっていったら、ちょっと楽しくなって続けて今みたいな感じであります。まあ、主な作品としてはやっぱりその戦隊ヒーロー、まあ、32代目の赤をやらせてもらったことがやっぱり一番大きいかなと思ってるんですけれども、エンジン戦隊ゴーオンジャーというまあ作品で、あのゴーオンレッドを務めさせてもらいまして、まあデビューとしてはノブタをプロデュースです。イケメンパラダイスでゴーオンジャーで、そこからデンジンザボーガーっていう主演の映画やらせてもらってから、朝一さん NHK さんに拾ってもらって、で秘境鉄道っていう旅を、まあ5年くらいかな、だいたい 12、3 カ国くらいは行ったっていう、まあそんな感じですね。だからまあ俳優と旅人っていう感じでございます。よろしくお願いします。お願いします。すごい、はい、とんでもないです。で実はあのプロと一緒の施設ということでね、はい、そうなんですよ、ね、もうかれこれ今の付き合いで言うと18年、長いね。もう長いよね、ね、施設出てからの、あの施設にいるうちっていうより施設出た後の方が付き合いが濃くて長くて、うん、まあ俺からするとやっぱり一番可愛がってる、まあ、後輩というか、まあなんだ信頼を受けるね、まあ後輩というか、なんだろうね、でもね住んでた時期別に違うんだけどでもね、だけれどもその施設出てから、まあ、サトシも本当はその最初ね、今こうやって頑張ってるけれども、ずっと芸能の道もやってたから、サトシはだからなんか、まあ、そういった意味もあっていろんなところに、まあ、サトシを連れ回して、ね、その辺の話も多分後でね、はい、ちょっと深掘りをさせてもらおうと思います、はい、できる範囲で結構なんですけど、こうどういったきっかけで施設に入るまでというか、どういった経緯で入ったんでしょうか、はいはいはい、そうですね、僕のそのお母さんが、まあ、僕のこと16で産んでるんですよ、はい、だからそう、まあ、もう今亡くなっちゃってることが、まあ、もう亡くなってから1年後くらいに分かったんですけれども、もうだからね、だから僕がその養護施設に入った時にはもう4歳くらいで、でもお母さんそれでも20歳でしょう。そう、まあ、要はお父さんとお母さんが、まあ、離婚しまして、でやっぱりお母さん最初東京に出てきて育てようと頑張ってはくれたんだけれども、なかなかやっぱ難しくて、そうで最初は結構ね、無認可保育園って分かる、そう夜とかね、こうやって預けてもらったり、ああいうところとかで要は僕いたと思うんだよね。夜で結構起こされること多かったから、多分仕事終わりに起こされてとか、そうで僕覚えてる覚えてる、なんならお母さん多分ね職場にも行ったことあると思うんだよね。なんかポッキーがさ、なんでさコップに入ってるなってずっと思ってたの。なるほど、そう、あのなんか分かる、このシャンパングラスでさなんでポッキー、いちごのポッキーだったの俺すごい覚えてる、それよく食べてたの覚えてるから、そうだからその映像がすごい残ってるか らお母さん多分夜の仕事してたんだよね。そうだから無認可保育園とかそういうところにいたんだけれども、やっぱそれでもなかなかやっぱり難しくて、で最終的に、まあ、養護施設に行くことになるんだけれども、でも最初ね俺養護施設入った時って、あのなんだろう、いつもさよく転々としてたから、そのうちの一つだと思ってたのよ。一緒でしょ。そうだから俺ずっとここに住むと思ってなかったから、そうびっくりした、もう全然迎えに来ないじゃんみたいな。そういやマジで、そうえいつ迎えに来るのこれみたいな。そうね、夜になったらね、そろそろ迎えに来るかなみたいな。3日くらい迎えに来なくなって、さすがに聞いたもんね、あれこれどういうことなんですかみたいな、お母さんはみたいな。そうそしたら初めてそこで、いや今日からって、もう3日暮らしてるのに今日から君はここで暮らすみたいなこと言われて、いやいやそんな後出しあるみたいな感じで俺はそこで認識したかな。それでそれが4歳、僕はだから5歳から18歳までずっと養護施設っていう感じです。お母さんとかって面会というか会いに来たりはしてくれたんですか？そうそう、小学校ね5年が最後かな。それまでは最初はさ、ね、2週間に1回とかさ、はい、そう来てくれてたのが、ちょっとずつ月1になって半年に1回になって、
もう最後も本当1年に1回来たらいい方みたいな感じで、最後さ、小学校5年生の時かな、なんか俺今だに覚えて、今でもすごい覚えてるんだけど、12月の25から俺1月の5日まで外泊許可を得ていたはずなの、うん、そうそうやって聞いてたから。そうでもね、俺1月の2日に返されることになるんだよね。でお母さんに、でも例えばもう1年に1回とかだからさ、言えないでしょそれ、なんで今帰るのって、なんかそのわがまま言ったら嫌われちゃうじゃないけれどさ、うんね、そうだから俺そういうこと言えなくって、でも俺お母さんにねすごい嘘ついたの。多分年賀状が届いてると思うから、友達から俺早くそれ見たいよって自分なりに気を使って小学校5年生の時に言ったんだけれども、寂しいじゃんやっぱり別れるとなると、もう帰りたくなくなってさ、声優によってさ喉乾いたって超ダダこねて、そうで今でも覚えてると、つぶつぶみかんのカルピスもさ、なんかすっごい時間をゆっくりかけて飲むんだけれどもさ、やっぱ最終的になくなるじゃん。そうで、そしたらじゃあ帰ろっかってなって、でも次の約束を取り付けておかないと、こっちからしたらものすごいさ心配だから、うん、そうその時さポケモンのさ福袋みたいなのがあったの、そうあの正月のね、そうだからそれを買っておいてね、うん分かったよ、これが最後。あ、それが最後なんだ、うん、あでもそれまで正午までは結構会ってたんだ。そうそう、来てくれてた。だけどそれからはねもうずっと来てくれなくなって、でやっぱりその捨てられたっていう思いがやっぱ強い、どうしても。ででも信じたくない気持ちもあるっていう、分かる、また迎えに来ていく。そうそうそう、だって1年に1回だから、これ2年に1回になるかもしんないじゃんみたいな、うん、そうオリンピックでさ4年に1回来るわけでしょじゃあ来るかもしんないじゃんみたいな。だけどやっぱね中1くらいになってくるとさすがに分かるんだよね、あこれも多分捨てられたなみたいな、うん、そうそうなった時に初めて自分がその、まあ、親からその捨てられたっていうことを認識して。でもこれね今この見てる子たちにも伝えたいんだけれども、なんかやっぱりずっとどこかで信じ続けることってめちゃめちゃ体力使うし、信じたい気持ちは分かるんだけれども、どこかで自分の中でやっぱ踏ん切りつけないと前に進めないじゃないけど、そう俺そこから前に進めたのかな。だからそう、あもうこれ捨てられたんだって、そう要は自分で認識したくないけれども認識してから、要はもうじゃあずっとグダグダ言ってももうダメだなみたいな、 そこからなんかもう前向きにそうなってった気がする。何歳ぐらいの時で踏ん切りつけたのが中学生。そう中学生くらいかな。それ以降一回も会ってはないんですか、お母さん。会ってない、うん、でも有名だからね、知ってるかもしれない、まあ、多分それがね、あまあ、いろいろ知ってるからさ、いや自分 の, その本名でやってる理由としてはやっぱりお母さんに自分の名前を届けようっていうのがあったり、あと後半にも聞こうと思ったんだけど、その後 の, その親との関わりみたいなところでちょっと思いとかっていうのを、親にね産んでくれたことに対してその感謝できるようになったの。それは高校生の時で、ちょっとやんちゃな学校だったから、その周りがさやっぱ子供がねできる子が多かったんだよね、16、17で。でもねやっぱりさ経済的になかなか難しかったりとかさ、ね、そもそも付き合ってる子たちが別れたりとかさあって、やっぱ周り下ろしてる子ちょっと多かったというか、でその時に俺降ろされなかったっていう事実がやっぱ初めてそこ産んでくれたことの大変さ、しかもその時代に、そう今よりもさね、さらにそのできちゃった結婚みたいなのがない時代でしょ。だからなんかそこで産んでくれたことに対しての感謝が生まれた。なるほどね、他の子がこう中絶する中で、そうそう、でもそれまではさ捨てられた気持ちの方が強かったんだけれども、初めて産んでくれたことに対しての感謝が高校の時に上回ったから、それが要は自分の本名を変えずに芸能をやっていく上で、そうなんかもう一方的に自分が元気だなって知らせられたらいいなって思ったきっかけ。そう、それがなかったらもしかしたら、だから産んでくれたことに対しての感謝よりもやっぱ捨てられた気持ちの方が強かったかもしれない。え、1個すいません質問いいですか。え、お父さんとは全く人生で会ったことはない。いやいや、あるあるある。その要はお母さんがその要は離婚して、でもさ俺姓が古原なんだけど、それはお父さんの方なのね、うん、あ、そうなの、うん、だから要は多分その親権的にはお父さんだけど、育てる権利がお母さんっていう、なんかちょっとそう難しい。そうだからその要はお母さんがこっち来て、でもそのお父さんがその間に俺のことをその取り戻そうとしたりとかしてたらしいんだけど、裁判所的にそれはもうダメ。そうだからお母さんが
要はその捨てたっていうふうに園が養護施設が判断した後に一回、要はこれも育てる権利を、ね、放棄したってことだから、 お父さんと会うことがそうあって、そうで、まあ、そのお父さんと会うんだけど、やっぱりうまくはいかないわけよ。でそこからお父さんとか何回かこうやって面会行ったりとかさ、泊まりとかもあったりとかしたけど、でも全然やっぱりそううまくいかなくって、で最終的にいつだったかな、最後だったのいつだったかな、中学生高校生わかんない、ちょっと覚えてないけど、そうもう大きな喧嘩をしてからもうずっと会ってない。うん、なんでかっていうと、お父さんはそれまでのやっぱりさ関係性をさ、その短い期間で取り戻そうと頑張るわけじゃん。でもそれって俺たちからするとさ、もうね、押し付け、そうお父さんの押し付けじゃん。そうだし、お父さんは昔やんちゃだったから、俺をそうはさせたくないっていうのをこの短期間でやろうとするって、俺からするとすごくしんどいでしょ。そうだからそれが多分合わなかった。あ、じゃあもうちょっと自分のペースにも合わせてくれたり、自分のなんだろう、こう気持ちも聞いてくれたら、もっとこう歩み寄れたというか、今もいい関係だったかなっていう感じ。というかなんかね、急に出てきた人がお父さん面されるのが多分一番なんか、こう、いや、いきなりお父さんって言われてもさ、うん、無理でしょ。そう多分そこが一番大きかったかな。なんか多分この動画を見てる人の中にも、まあ、子供を施設に預けてるんだけど、これからまあ、離れては暮らしてるけど、うまくやっていきたいなっていう人も見てると思うんですね。そういう人になんかこう当事者としてなんかアドバイスするとしたら、こうしてあげたら、やっぱね、定期的に会ってあげてください。それは、うん、絶対にその定期的に会わない人にお父さんとかお母さんって言われても、正直なんか実感がないというか、そうなんかだったらもっと会いに来てよっていう気持ちが勝っちゃうし、そうだったらそのお父さんとお母さんで、そのもしね、そのありたいというか、まあ、そういうふうにずっとなんつうの思ってもらいたいのであればね、まあ、言い方も悪いけれども、そうなんか会えなかったこのね、その心の隙間をやっぱ埋めてあげる何かがないと、やっぱり子供とかってもう、あ、そうなんだみたいな、あ、もうなんかあの、ね、正直大人の事情なんて関係ないんですよね、子供からすると。そう忙しいとか知らないしみたいな、そうだったら忙しかった、ね、なりの愛情をこのあった少しの時間でもいいから注いでよっていう、これが多分俺たちからすると本心かな。何でもいいんですよ、別に何でもいい。そうどっかに連れて行けとかそういうことじゃなくて、一緒にいる時間を増やしたりとか、その美味しいご飯を一緒に作ったりとか、そんなんでいいんですよね。そうですよね、確かに。だから時間かけて丁寧にというか、うん、定期的にまずは会いに来て、関係ができてないとっていうところですよ。でもしね、その物理的に会えない人がもしね、いるんだとすれば、電話してあげてください。電話だったら多分できると思うんですよね、うん、そうでちょっとでもやっぱ気にかけてもらってるっていう風にこっちが感じないと、やっぱりそこに対してお父さんお母さんって思えないから、だから最近元気してるのとか、そうただね、ここで注意してほしいのが、施設でも言われるようなことは言わないでほしいんですよ。ちゃんと学校行けよとか、そうなんか宿題しろよとか、もうそんなのはもう言われ慣れてるから逆に嫌で、それ以外のこと、そう例えば未来の展望だったりとか、ね、今はこんなんだけれども養護施設ね出た後ね、こういう暮らしをしようねとか、なんかそういうことを、やっぱ未来に希望がないと俺たちで頑張れないから、そうなんかそういうのをやっぱ言ってあげるのってすごく大事なことだと俺は思います。まあ、良かった思い出というか、施設にいて良かったなって思うことが、メンタルが強くやっぱ育てられたっていうことが、多分これものすごく今の特にこの時代においてすごく重要だと俺は思うんだけど、やっぱり今心をね、ちょっとやっぱりそんな強くない、ね、子が多いかなっていうやっぱ印象があって、ただそこに関してはやっぱ僕虐待といじめの中で育ってるんで、施設の中とかでも、だからやっぱ負けん気が強いというか、なんかその時勝てなくても後で見返してやる精神がめちゃめちゃ強いんですよ俺。そうだから多分それが今に生きてる、うん、ハングリー精神、ハングリー精神、それはでも、うん、一緒にいてもそう思うし、うん、多分今にすごい生きてる。そうだから施設出る時に先生がね、お前世の中は、ね、こんな甘いもんじゃないよって言ってきたんだけど、俺からしたらあんたたちの方がよほど厳しいと。そう全然なんか施設の時より苦しいことって多分ない、俺からするとね。だから施設にいてよかったことは、強いメンタルを手に入れられたことが一つ、もう一つは強い体を手に入れることができた、うん、やっぱこれはね、
やっぱ施設住んでた子分かると思うんだけど、一人が病気になるとみんな移るでしょ、病気に。そう、そうでしょ。そう、俺多分小2以来風邪ひいてないもんね。おお、すごいすごいですね。もうそれまでは超体良かったの。そう。ちなみにそのなんかヤスさんはなんか私が聞いてて思うのはめっちゃそれをプラスに変えれたと思うんですけど、中にはやっぱ一緒に育った子の中にはなんかそういうのでなんか全員がこう強くなれたのかっていうと、やっぱりその持ってる能力的な差は感じますか？でもどうだろうね、なんかね、俺そこは時代だと思うんだけれども、なんか各々が強かった全員だから、その時代のやつら全員強いみたいな。あ、そう、でも強いんですね。なんか団結力ってことですか？いや、団結力っていうか多分ね、なんか例えばさ、じゃあ俺がさ、サトシとこうやって施設で遊んでたとするじゃん。だけどこことここって、ね、遊んではいるんだけれども、いつでも裏切られる可能性があるというか。そう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 、だからさっきまで遊んでたのに、じゃあライトさんが先生だとするんじゃんか。そしたら何かがあったとするじゃんか。サトシがやってましたみたいな。お前さっきまで遊んでたやんみたいな。そう、これが普通だったりとかするから。そう、もうだから要は同じ釜の飯を食ってるその時代のやつらは一緒に強いから。すごいですね、サバイバルですね。サバイバルですよ。サバイバルですね。そうだね、ちょっとなんか補足にはなってくるんだけど、なんかやっぱりその児童養護施設、まあ安に関わらず、多分安世代とかライトさん世代のもうそれ以上の上の人って結構その殴られて育つみたいのが結構多かった時代かなと思っていて、で実はまあさっきも話したんだけど、同じ児童養護施設なので、同じ児童養護施設なんだけど、俺が入ってきたタイミングってちょうどなんかその時代が変わり目みたいなところで、同じ施設のはずなのに結構俺は優遇っていうか、いい時代だなっていう風に思えるぐらい施設ではすごく良かった。しかもご飯は俺美味しいと思ってたし、でも調理師がちゃんと、そう作ってたし、めっちゃまずかったけどな。いや俺はもうなんかすごい、そもそも数年での変化が、そう3食食えることにまずありがとうって思えたぐらいだったし、まあ、こんなにご飯美味しいんだって思えてたんだけど、だからなんかこう時代差でこんなにも違う、同じ施設なのにっていうのはやっぱりあの歴史の中であるなって思ったし、あとまあ殴られてあの育ってきたタイプの強さの人ももちろんいながらも、今は虐待が完全になんだろう、もう法で禁止されてきたっていう時代になってきてるから、やっぱりちょっと変化は出てきてるなっていうので、ヤスもねその時代を遡りながら今多分次世代の子たちと向かいながら違いを感じてるんだろうなって、違いを感じる。なんか同じ時代なんだけど、サトシと俺って多分生き方が違くて、俺たちは負けたくないけれども、その悔しさをバネに精神が強い。でもサトシの生き方がすごいなって思うのは、サトシってめちゃめちゃなんか柔らかいのよ。なんかその基本起きたこととかに対して その対応とか、そう、あとはそうさせないようにサトシ自ら先生に気に入られる能力がすごく高い。そう、だサトシはすごい先生に気に入られてた。アプローチが違ったよね。そう、そう、アプローチだからね、そういった意味では俺めちゃめちゃ不器用だから、うん、俺のことを例えばダメな人とかって多分めちゃめちゃダメだと思うのね。そうだけどサトシは柔軟だから人から嫌われないし、子供からすごい好かれてた。そう、俺は子供から恐れられてた。そう、そこが違う、サトシと俺と。でもこれも時代、だってプリン徴収制度ないでしょ。ないないない。俺たちはプリン徴収制度を俺は続けなきゃ下に舐められてたから。俺らはもう平和な時代を築いてた。そうですよ。俺たちは戦乱の時代だったから。そう、そう。ちなみにプリン徴収制度、プリン徴収制度をちょっと簡単に説明すると、下の子からプリンをあのいただくという本当にただそうシンプルな。そう、そう。だけどこれは僕たちの時代も上の人に俺献上しないと、そう、殴られる。そうで俺の時代までそれは続けたの。なんでかっていうと、それを続けないと高校生ってさ、施設にいる時間ちょっと短くなるから、そう、やっぱ何かでその権力を保たないといけないわけ。そうだからプリンを徴収して、あ、これはなめられないようにするためね。だけど下の子たちがさ、一気を起こしたら勝てないでしょ。あ確かに。だからプリンを徴収はするんだけれども、還元をするの。食べてもいいよって。そう、優しい。そう、そしたらそう、でもさ、優しいって錯覚するでしょ、でも違うの、これもともと自分のものだから。ここが違う。そう、めっちゃ面白い。だからこれをやっぱそう、ちょっとこの錯覚を使って正常してきた。じゃあ面白い、面白い。税金みたいなもん、ね、そういうことです、そういうことです。そう、あの全国600あるし、施設自体もで時代も違うから、施設出身者って言ってもいろんな幅が、いろんな体験の幅があるっていうことがありますよね。
ね、今もね地域によっていろいろまだねプリン徴収制度やってるところもあるかもしれない。ダメですよ、効力もねダメですからね。ダメですよ。施設時代にフレンドホームさんと関わりが少しあった。ありました、ありました。まあ、フレンドホーム、まあ、週末里親とも言われてるんですけれども、要はそのお母さんとかがもう小学校5年生くらいからもうねその面会とかなくなったりとかしてるから家庭をやっぱ感じることができないっていう多分判断をされたんでしょうね。そういった時にやっぱそういう子たちがやっぱその将来その、まあ、自立していく上でやっぱそういった感情とかやっぱそういうところでそのなんだろう、まあ疑似体験じゃないけれども、そうやっぱそういうのは必要だと、まあ、多分認定されたと思うんですけれども、まあ日野の方に今そうやってフレンドホームさんがいたりとかして、でそこにはお母さんおばあちゃんお兄ちゃんお姉ちゃんのこの4人がいた。そうでそこでまあなんつったらいいんだろうな、週末だけこうやって行ったりとかしてご飯を食べたりとかするんだけれども、なんだろうねやっぱりその、まあ、週末だと、まあ、人によると思うんだけれども、俺は結構ねよくしてもらった方だとは思う。なんか動物園連れてってもらった記憶とかもあるし、そうご飯ねすごい美味しかったやっぱイメージもあったりとか、お兄ちゃんとかゲームが好きだったからゲームめちゃめちゃ教えてもらったりとか、お姉ちゃんはジブリが好きでもののけ姫なんか 2,3 回見に行ったからね俺もうさすがに覚えたわみたいな。そうでもねどっちかって言ったら俺がねフレンドホームさんで、ね、助かったって思うのはやっぱりその施設、虐待といじめの中の施設、しかも外出禁止期間だったから俺はそこから抜け出させてくれる存在だったから、それが一番やっぱり俺からしたらありがたかった。家庭を体験するなんてことは全く思ってなかったし、向こうも全然強要してこなかったから、そういうのはそう好きなようにさせてくれた。それ小学校ね多分6年とか、そうそれこそお母さんがあれしてから、なるほどね、ちょうどお母さんこう面会に来なくなった、そうだからてかね一緒くらいの時期から面会に来なくなったというか、もう多分面会にもう来ないからそろそろっていうのもあったかもしれない。だから来なくなってからか、その来なくなってそのもう風潮があった時くらいからかちょっと覚えてないんだけど、だもしかしたらお母さんが最後に来た前にもフレンドホーム行ってるかもしれないし、その辺 の, じゃああのちょうどそのぐらいの時にフレンドホームに関わった。今も続いてるんですか？いやもう今は続いてないかな、もういつしか連絡取らない。ああいうのって急に終わるよね。いや人によるかな。そうなの、俺急に終わった気がするよ。なんかちょっと話しながら覚えてるのが、そこの施設が本当に嫌だったから気に入られようとしてそこに住みたかったみたいな気持ちだった。あったかもしれない。あるある、それはだって施設が嫌だからね。そうてかね、施設以外だったらどこでもよかった。だから友達ん家とかに身を寄せたこともあったし、そうそのフレンドホームさんのところとか行って、そうだから、まあ、居心地はいいからね、そう住みたいって確かに思ってたかもしれない、うん。じゃあブロー、一緒の施設だけどだいぶ自分とは違う体験をされてたってことでどう思いますか？そうですね、まあ、この話は普段から、結構施設での生活に関しては結構話を聞いていたから、あの話ねって思うことがあったんだけど、でもなんかやっぱりその個人的にはすごい聞きたかったなと思うのは、その出た後に親といろんな関わりを持っ、あの親に対していろんな感情を持っていたからこそ、施設にいるうちどう思ってたんだろうとか、あの施設に入る前にお母さんどういう関わりだったんだろうっていう、しかもお母さんと会ってたの知らなかった。そう知らなかったからなんかそういう感情だったんだって思ったし、あとその施設に対していろんな思いもありつつも親に対してこういう気持ちがあったっていうのをちょっと知れて、まあ、すごく何十年の付き合いだけどなんか違う一面を見れたような、なんか子供時代のヤスのその頃の気持ちを知ったっていうので、なんか違う一面見れたなと思ったので、聞けてよかった。まあ、お互いに そこについて触れるみたいなことは、そうなんかやっぱりなんかね、そういうのって多分みんなあると思うよ。なんかねここなんか別に聞かないようにしてるとかじゃなくて、別に聞かなくても成立するじゃないけど関係が、だから多分聞く必要がないじゃないけど、だからそこを改めて聞けたのは面白いだったし、違う一面見れてよかったなと。本当になんかストレートに全部話してくれて、多分なんかその、まあ、暴力に包まれた施設だったっていうのも本来だったらすごくもう本当に嫌な思い出だし、なんかそういうのももうなんか面白くざくばらんにっていう部分では、なんか
明るくっていうか私たちも心がけてるその明るさっていうのをすごくなんか安さん自体も話してて出してくださっててすごいあの聞きやすいしみんなにももちろん知ってもらうべきことだと思っていてそういう上ででも今があってそこでどうやっぱりこう生きていくか私たちがっていうかこう今施設に住んでる子もなんかそういうのがあの考えるきっかけになったらいいなってすごく思いました、はいはい、ありがとうございます。そうですね、安さんの話実はご紹介しきれないぐらいたくさんあの施設の話面白い話からわ今考えたらそれすごいひどいんじゃないっていうあの、ね、すごい暴力とかあの虐待みたいなところからすごく明るい性格でもうご活躍もすごくされているっていうところでありがとうございます。あのただやっぱりそういった時代の話っていうふうにおっしゃいましたけどでも本当に今まさにあのまだ続いている施設もあの世の中にはあるっていうところもやっぱり現実にあるしやっぱりそれを本当に直ちにやめてもらいたいなっていうのは本当にあるし子どもたちもおかしいことなんだよっていうのを知ってもらいたいと思います。ぜひあの周りの信じられる大人の人に今こういうふうな現状がありますってことをあの伝えてください、はい、子どもは守られるべき存在なので、はい、で、ね、旧態善の施設はもう今すぐ変わってほしいとあの本当に願ってます、はい、なんかすごく真面目な訴えになっちゃいましたけど、はい、っていうところで、はい、ちょっと今回前半はここまでになります、はい、ぜひ、はい、次回も安さんの面白い話期待しててください、はいはい、ではまた見てね次回は私古原康久、今年の夏からですね、主演の舞台始まります。サラリーマンナイトフィーバーという、まあね痛快コメディなんですけれども、まあ僕自身が、ねまあ、サラリーマンやったことがないんですけれども、まあ、ちょっと今回ダンスが、ね、多めの舞台というふうなことなのでダンスができない僕は4ヶ月くらい前からダンスに通って頑張って、今おるところでございます。まあ、詳しくはですね、まあ、ホームページ、まあ、僕のインスタグラムやツイッターなどで発信していくので、まあ、多分ここにも出ると思いますのでぜひ、皆さん見てください。概要欄も見てください。よろしくお願いします。